皆さんおはようございます、こんにちは、そら豆です。今日はですね、私の第2回目のですねトレイルランニングの大会に出場する様子を記録しようと思います。本日は2024年は7月6日でございます。時刻は今午前7時半ですね。今日私が来ているのは南阿蘇です。で、大会は南阿蘇カルデラトレイルというのの30キロのコースに出場いたします。天気は晴れから曇り、まあちょうどいいかなと、風は強い、ただ市内に比べるとだいぶ涼しいですね。で、僕のスタートは一応8時に開会式で8時半からスタートという感じです。もうすでに50キロのロングにチャレンジする選手たちはスタートして賑わっている様子です。ちょっとね、前回6月に水上村のマウンテンパーティーに出て結構ズタボロにやられたので、今回はね、まあもうちょっとね納得いく走りができるように、とはいえ暑いので、ね、熱中症にならないように、楽しんでねゴール切れるように頑張ろうと思います。ただ本当に天気にね恵まれて良かったなと思います。楽しんで走ろうと思うし、なるべく記録取っていこうと思うので、最後までお付き合いいただけると幸いです。では頑張ります、行ってみましょう。開会式行ってまいります。30キロの部は8時3。お荷物とかチェックイン忘れた方は B ブース、はい、ゲートですね B ブース再発行、はい、お願いいたします。どんどん増え、素晴らしい、もう今日海外の方もいっぱいいらっしゃるからな会話も楽しみだから、あと5分ぐらいです。みゆきちゃんのお友達に会えました、うん、ありがとうございます、頑張ります。今はスタートして1、2キロぐらいから、でロードに出て5キロぐらいロードが続くみたいです。結構上り坂が続いていくみたいなんで、無理せず歩こうかな、ちょっとね走りたいなっていうか気持ちはあるけど、今からやったらスタミナ切れそうなんで、歩きながらこのロードのね5キロ乗り越えていきましょう。絶景です、風が涼しくて気持ちいいね。はい、スタートから約1時間長いロードが続いています。舗装された道路でね、歩きやすい走りやすいんですけど、とにかくずっと坂道ですね。少しずつ山の渋滞も解除されてきて、
みんなそれぞれが各々のペースで歩いたり走ったりすることができるようになってきたっていう感じかな。目標は5時間をね切りたいなと思っているので、まあ、適度にパワーをセーブしながら少しずつ負荷をかけて走っていこうと思います。頑張ります。はい、1つ目のエイドに到着しました。結構意外に早く着いたな、エイドまで。はい、何があるのか、39.7 キロ地点ですね。水とスポーツドリンク、かな、パン、バナナがあるみたいですね。麦茶と、バナナ、漬物があります。12キロ。2回目のエイドまで来ました。今が12キロ地点。まだ12キロか。あと18キロ。きついね。あと18か。いや、あと18しかない。あと18しかないですね。少しエネルギー補給して休憩してからまた走り出そうと思います。一旦休憩、エネルギー補給と、ね、水補給して再出発します。ガンムリヶ岳の、山頂ですね。ちょうどここが15キロ半分まで来たと、あと半分しか楽しめないと、残念でございますが、あと半分楽しんでいこうと思います。ちょっときつくて撮影が追いつかないけど、できる限り、ビデオ回していこうと思います。ただきっちいな、最高ですね。お金払って体を酷使して時間かけてね、酷使してますね。最高ですね。あと15キロ頑張ります。はい、下山してですね、完全に道路、車道に出てきました。ここからロード
ここは走るんですけど、まだ山があるのかひたすらロードなのかコースを把握してないので分かりません。このままずっとロードなのか、まだどうなの、まだもう一山ぐらいあるのかな。ここからずっとロードなら10キロぐらいあると思うけど、どうなんでしょうか。ひたすらもうちょっと走ってみましょう。ロード、まあ山よりは走りやすいかなと感じですね。おお、すごい南郷橋。これは何だろうか、阿蘇の町なのか分かりませんが、素敵な眺望です。どうも空豆でございます。私より年を重ねた先輩方がですね走っていくんですね。悔しいですね。若者よ、何をしているんだと。あんなに諸先輩方が歩を進めているじゃないか。走れよね。さあ頑張ります。江戸に到着。ふあ、最初に来た江戸と同じか。はいはいはい、トイレとね、江戸で水分補給とパンダとかいろいろ補給しました。19キロ地点なので、あと10キロですね。あと10キロ、頑張ります。もう一山越えれば終わりかな。もう一回頑張ります。行ってきます。めっちゃきついよ今。めっちゃきつい。あとどれぐらい、あとどれぐらいかわかんねえ。本当にこれはねメンタル勝負ですよ、メンタル勝負。気持ちで負けたらダメですね。だから体は痛いね。でも気持ちだよね、気持ちで負けたらいかん。自分の状態を客観的に見てさ、あ負けそうだなと思ったら負けてダメだってなるわけですね。もう終わりたい、もうゴールしたい。もういいやろ、もうゴールしたい。頑張ります。めっちゃきつい。めっちゃきつい。お風呂入りたい、お風呂入りたい。ラーメン食べたい、お風呂入りたい。ラーメン食べたい、家帰りたい。お布団で寝たい、家族に会いたい。なんでこんなきついことやってんだ。くさぁ、きちい。ああきつい。ああきつい。でも俺は走ってるね。まだ足動いてる。死んでない、足死んでない、足死んでない。
鉄ね、手がしびれてる、なんかがやられてる、手がしびれる、しようかな、くそ、あーちょっと絶対もう何でもできるわ俺、くそ、もう生きて普通に生きるのはイージーモードでしょこれ、なんでこんなきついことしてるんだ、お風呂入りたい、ラーメン食べたい、一回止めます、見えたよゴールか、あとちょっと遠いけどあとちょっとだ、とほら見えた、最後見えた、はい、ゴール、行くよ、嬉しい、ゴールするよ、はい、ゴールしました終わったよ苦しい、終わった あ、ありがとうございました、苦しい、終わったよ、日陰に行きたい、ちょっと日陰、30キロ完走です、感無量、疲れ様でした、ちょっと落ち着いたらまた撮ります、はい、疲れ様でした、なんだか疲れたので車に戻ってきました、振る舞い食はね、ホットドッグと阿蘇のね、牛乳を振る舞ってくれるということで、ホットドッグ1個食べたんだけどね、もう1個もらって車にやってきました、いやー疲れたなーっていう感じでしたが、楽しかったですね。でもなんだかんだ不思議ですね。なんでなんですかね。走ってる最中はもうやめたいって多分動画で言ってると思います。お風呂入りたい、ラーメン食べたい、お風呂入りたい、もうやだ、なんでこんなことしてるんだろうみたいなネガティブ発言が出てきたんですが、あのゴールした瞬間の感覚というか、そこからまた走りたくなるっていう魔法に近いですね。はい、ちょっと今はでもね、とりあえず疲れたし、車で帰るのがちょっと大変ですね。あのブレーキとかアクセルね、気をつけて帰ろうと思います。だまあ何はともあれ、無事にね30キロ走れてよかったです。ほんとあわよくば次は50キロをね走ってみようかなって思ってたんですが、あの50はちょっとまだ練習が必要ですね。で同じコースを走ってですが、50にエントリーしている選手たちはちょっとレベルが全く違いますね。あのカモシカのようにあの坂道をぴょん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 登って下ったりして、いやーちょっとあれを見ると逆にもうしょぼぼぼーんでしたね。はい、ただまあ練習していけば慣れるのかなって思うとね、希望になりますし、もうちょっとねやっぱ鍛錬ですね。やっぱ5時間をね目標にするって言ってたのに全然でしたね。6時間50何分2時間オーバー、まあ、そもそも目標設定が間違ってたかもしれないですね。この大会で5時間はちょっと難しかったですね。まあ、とはいえね、最後7時間は絶対切りたいっていうのを目標にしてて、
時計とにらめっこして7は絶対行きたくない、7は絶対切るぞっていう、こう再設定できたことが本当に良くて、歩きたかったんですけど 7時間だけは絶対切るっていう思いだけで最後意地で走ってました。やっぱ目標って大事ですね。はい、まあ、結果はね、大したことない結果でしたが、まあ、僕としては30キロ無事に完走できたということで良い経験になってレベルアップできたんじゃないかなと思います。最後まで見てくれた方ありがとうございます。いつも、またね、次の動画は多分北海道編かな、北海道旅行編になると思います。お楽しみにしててください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。